お笑いコンビ、極楽とんぼの加藤浩二が MC を務めるフジテレビ系、追跡ドキュメントバラエティ新事実が19日に放送、午後8時。新型コロナウイルスで日本の対応が世界から注目された、豪華客船ダイヤモンド・プリンセス号の知られざる新事実に迫る。番組カット、ダイヤモンド・プリンセス号の33日間を再現ドラマ化。今回は乗船者、クルー、そして政府関係者、医療関係者らが明かす新証言をもとに、政府、厚労省や神奈川県などの行政、自衛隊、医療関係者の対応を中心に、崩れ去った政府の楽観論、翻弄され続けた対応、それでも懸命に命を救おうとした人たちなど下船までの悪夢の33日間を再現ドラマ化。VTR を見た加藤は、政府のトップはどこかずれていないか。対応に熱がこもっていない。失敗したなら失敗を認めて、申し訳なかった。今後こうするからみんなでこのウイルスとの戦いを乗り越えよう。と、なぜ熱い思いで国民に語れないのか、と熱弁。ゲストの伊集院光、アンミカ、トラウデン・ナオミも、今回初めて明らかになるクルーズ船への政府、行政の対応の舞台裏に驚きを隠せない。伊集院は、この船で起きたことは、今の日本で起きていることと同じではないか。政府の対応を含めて、クルーズ船で起きたことをしっかりと検証して、今に生かす必要がある。それを今、我々はできているのか。我々も最初は心のどこかで楽観視していたのではないか、と語った。収録を終えて、加藤は、あの時、クルーズ船の内部で何が起こっていたか、政府、行政がどう動いていたかを知ることは、日本人にとってとても大切なことです。僕も今回、初めて知ったことがたくさんあり、驚きました。しっかり見ていただいて、一緒に考えてほしいと思います。これから続く新型コロナウイルスとの戦いを、みんなで乗り越えていきましょう、と呼びかけている。